段ボールでも厚紙でも構いません。いらない紙にガムテープを貼ります。隙間なく貼っていきましょう。これでシール台紙が出来上がりました。シールになるビニールテープを貼ります。色を変えると色の違うシールができます。必要な長さに切り目を入れていきましょう。小さいのが必要な時には小さめに切ります。長さは自由に変えられます。先ほどビニールテープを貼るときに少し引っ張ったので、時間が経つと間が少しずつ空いてきます。ここから剥がしやすくなります。書きたいことは油性ペンで書きます。シールを端から取って貼っていきます。大きさも色も自由に変えられて、1年間経ったらこのまますっと剥がせます。新学期の名前や番号シールにぴったりです。